こんにちは。林真澄の夫の林健二でございます。今日は本当にたくさんのご参加いただきありがとうございます。もう今日の話はちょっともう25年も経つんで、ちょっとちぐはぐなとこもありますけど、かなり忘れてる面もあります。そこのとこちょっと了解してください。その当時覚えてることは全て話しますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、今回健二さんに対するご質問がある場合は、事件に関係することだけに限定させていただきたいと思います。何か興味本位のご質問とかは遠慮していただきたいと思います。では、生田先生の方から質問をして健二さんが答えるという形式でやりたいと思います。はい、じゃあ先生お願いいたします。じゃあ私から代わって質問させていただきます。はい、死刑囚の夫という立場になられて、どういう点が一番大変でしたか？いや、僕はね、和歌山にも住まないと思って滋賀刑務所出たんですけども、意外に和歌山に帰ってみたら人は温かいですよ。だからこの事件みんなやっぱちょっとおかしいっていう言葉多いです。今病院関係のデイサービスに週3回行ってますけど、やっぱり病院の先生もやっぱり賢い人ですから、この事件はちょっときな臭いなって。そこへ持って田辺のドンファンの事件がありました。それとよく似てるって。だから死刑囚の夫として生きているよりも別にそんな大きなパッシングはありませんし、今やっぱり頑張れっていう声が多いんです。まあ正直あんまり苦になってません今。ただね、早いことやっぱり嫁さんも表で出してやりたいなっていう気がありますね。はい、ありがとうございます。それでですね、はい、今夫としてどういう協力を一番してるつもりですか？しかし僕12、3年前に脳出血を発症しまして、ちょっと左がちょっと不自由になったんで、やっぱ大阪までの面会はちょっと厳しいんです。だからどうすることも今はできませんけど、まあこういった支援集会なんかには一回でも余計に参加して、できたら多くの人にご理解していただきたいなと思ってます。だから今どうすることもできません。真澄さんに対するまあ看破とかそんなのはされてるんですか？この間も4月の20日の水曜日に行ってきましたけど、もっと沈んでるかと思ったら結構上がるかって、まあ頭白髪になってましたけど、ただ僕よりも長男の方がやっぱりしんどい思いですね。長男はね、やっぱり僕のこととか、それから母親のことをものすごい腹から心配してます。だから僕以上に苦しいんじゃないでしょうかね。だから今は真澄をどうせって言うたってもどうすることもできません。まあそこへ面会に行くのがもうやっとですから。あなた自身、被告になって何年間刑務所に勤めたんですかね？僕はあれ平成10年でしたから、10年の、10月の4日の日曜日の朝に逮捕されまして、それから日署へ放り込まれまして、真澄はもちろん和歌山の東署に分離されました。それからまあ最初は刑事さん2人が来たんですけど、僕に関しては軽い事件は一切いません。まあ保険金詐欺ばっかりですよね。そしてまあ中本っていう刑事さんと中原さん、この2人来まして、まあこの2人はやっぱりヤクザ組織の
裏社会の人を取り締まるような人ですから、かなり厳しかったです。そしたら10日ぐらいして、検察官の小寺哲夫さんっていう人と、事務官かね、2人来まして、そして林もわし、マスミ落とすんはもう自信ないと言いまして、なんでですかって冗談はよう言うけど肝心なことは一つも喋らんと。ほんでちょっと昨日流罪にして微熱が続いて調べが中止になってるんで、お前捜査に協力が取れへんかと言うてきましたね。その時にそれはもういたてりつくせいです。もう捜査に協力ってはどういうことをしたらいいんですかって言ったら、いやお前マスミに秘書のまさいたって泣いてくれって言うんです、裁判所でね。だけどマスミに秘書のまさいたってそんな経験ないし、まして自分の嫁さんを売ってね、我がため楽しようっていう考え全然なかったんです。ほんけどお前殺されかかった夫やから、全国の女性から嘆願書がよく来てると、もしお前が松見に秘書を乗せてこの女は怖い女で極刑にやってくれって言うたら、全国の女性から嘆願書を毎週するんちゃうかと。ほんで休憩もわしが出すからに候補も担当する、だからお前がここでわしにそうそう協力やってくれたら、お前はちゃんとしゃるから悪いようにせえへんというようなことを毎日やられましてね。だけど逆じゃないんかなと思いました、考え方が。まあ自分の嫁さんを打ってですね、若だけ楽して若いもので過ごしとったらね、まあ本音で言うたら僕は女性の敵になってしまいますよ。あの男見ずに自分の嫁さんを打って若だけ楽してカラオケ歌ってるって、そんなこと言われたらもう逆やなと思ったんで、もう一切署名には信じませんでした。そしたら検察官がすごい怒ってきて、だからもう朝の9時から夜中の3時まで毎日でした。だからはっきり言ってね、ああいうとこへ入ったら警察や検察官の言いなりになった方がラフなんです。それでまあ保険金詐欺の最高刑は15年と、お前みたいな反省も改心の情もなかったら必ず厳しい休憩になるぞと、お前今年いくつやと言うから53ですみたいな、そしたらお前改心の情もないし捜査の協力もせんし反省もない、そこへ持って過重刑5割増しやと、まあ53で15年入ってそこへ過重されたら出てきたら、まあマスミが、まあ、冷たい骨になって墓の下に寝てるぞ、心配すなと、そこまで言われたんで、もうちょっと僕も頭きたんで、それは判決出すも裁判官じゃないんですかと言いましたらね、林あの裁判官はなんであの3人とも黒い服着てるかと、そういうこと言うんですよ。知りません言うたら教えてやるかと、あの黒い服はな、夏蚊に刺されんために着てるんやと、そういうことは平気でするんです。それを裁判所に言うたんでしょうか。ほいだら裁判官真っ赤な顔して怒りましたよ。まあそういうことが3ヶ月続きまして、まあそれはひどいもんです。だけどね、僕はあの冤罪事件なんかの映画よく見ましたけどね、やっぱり自白するってことは間違ってますよ。やってもないことを自分がやったっていう方がかえって難しいんだね、というかね。だから僕みんなに言うのもいいんですが、保険金詐欺はね、やったこともはっきり分かってるからどんなことしてもありますよ。だけど課税事件はやってないよ。やってないことに対して謝罪する気は全くありませんと、それを今でもそう思ってます。やってないんですから彼は。はい、ありがとうございます。
もう一点だけ質問の、はい、やってない最大の根拠というのは何なの？僕はあの日のことははっきり覚えてます。朝5時に起きて10時の2時までにやる、ママどこ行ったんだって聞いたら、マスミが朝の5時から島病院というところへ血糖値の検査で行ったと。それで帰ってきた時には、あの夏の暑い時に黒い単車で黒いヘルメット、そこへ持って、もう上下は黒で、の黒い T シャツに白い線の入ったパンツを履いてましたね。お前この暑いのによう、そんな黒ずくめでよう走ってるもんやなって僕は言うたんですよ。そしたらマスが言うがね、私よう太ってるから白い服着たら膨らんで見えるんで嫌なんやって、それはっきり覚えてます。それからもうマスに帰ってきた時点で、その日のマージャンが中心になったことは分かってました。はい、ありがとうございます。現在マスミさんはね、非常にスマートになっております。それで非常に元気だということはもう間違いないです。この二十何年間頑張り通したというのがね、もう最大の、まあマスミさんの無害に無実につながる最大の原因だと思いますよ。もうよく頑張られたなと思います。まあ家族の 今言われたようなね、背景としても家族の応援もあるわけでなんですよね。やっぱりこれも大きいと思います。それでいくら厳しい取り調べを受けたって、健二さんは増美さんが犯人だというようなにつながるようなことは言わなかった。これは大きかったと思いますよ。まあそういうことでね、ここでね、千葉さんという元警察官で警察の裏金等で有名な方が来られてますので、一言何か感想でも聞かせていただけたらと思いますが、千葉さんいかがですか？元英明県警の千葉でございます。参りようか、せっかくですから。皆さん警察、皆さん今日の生田先生が言われたことをすごく不思議に思われると思います。警察は別に不思議で思いません。普通のことですから。だから林真美さんが白だろうということは警察部内でも思ってます。だけど組織としてですね、一人の人を、一人というか犯人を誰でもいいから逮捕しないことにはですね、裏金が作れないんです。一人の殺人事件で1000万出ますから、4人死ぬと4000万のお金が自由にできるんです。でそういうことも私は現職の時に顔を出して、名前を出して裏金のことを話しました。で裁判官で、まあ、退職した後ですけど、生田先生が裁判所の裏金を話しました。で検察官は三井珠樹さんという大阪高検の公安部長のお方が現職で言おうとして、その朝逮捕されました。で三井珠樹さんは私の高校の4期先輩です。ですからこの3人がまあ捜査である警察と検察、そして裁判所、司法、この大きな組織のですね、たった3人しかいないんですよ。だからこの事件は、先生出てきた、この事件はですね、調べの情報、もう誰でもよかったんです。だから林真美さんという非常にキャラクターの、まあ、高いというか、で検事さんの存在もありました。だからこの事件で
死人に口なしで、とにかく真澄さんを執行すれば、もう全員ですね、関与した人は本当に枕を高くして寝れるんです。だけど生田先生のその出現があったんで今止まってます。こんなことが許されるのがですね、日本なんです。皆さんプーチンであるとか北朝鮮であるとかね、習近平とかいろいろ悪く思ってる方多いと思いますよ。日本が悪いんです。日本の国内ではこんなことが当たり前なんです。で、私は現職で裏金がなくさない限り冤罪は起きるよということをずっと言ってきました。それはもう捜査というのはひどいもんです。まあ、私の息子も事件を起こしましたが、自分の息子がこれほどにされるというのも初めて体験しました。だけど結果が出たらもうどうしようもないんです。結果というのはマスコミ報道ですね。で、私と家内は遺書を書いてですね、内容はともかくもう自決するということで覚悟をしたことがあります。まあ他の息子の言葉でそれは止まって現在おります。だから現在はまず一番に冤罪の被害者の支援であるとか、そして縁があって私も市役所の副市長とか市長代理も経験しましたが、まあ、そういうことによってその市長とか議員のですね、いろんな不正、今辺野古の問題の反対している人に対する機動隊の暴力あたりを一生懸命支援しています。もうほとんど家に帰る時間がないんです。次に20日ぐらいホテル住まいです。ボランティアです。だからこの林さんのこの事件だけはですね、何としてでも本当に冤罪というのははっきりしてですね、だって証拠って、私先日も埼玉で伊藤先生とお話ししたんですけど、誰が聞いてももう白いじゃないですか。でも検察や裁判所はですね、絶対にそれを変えようとしない。有名な布川事件の桜井さんでも30年間無実で強殺で入ってましたですね。まあ、先日も電話かかってきてましたけど、私にもう電話かかってきても僕は話できないんですよ。申し訳ないんで。和歌山県でも僕一遍講演しました。だけどそういう私の話を聞いてくれる方も、熱心な方は聞いてくれますけど、お金に目を凝らんだ人たちは一切スルーです。警察というのがどれぐらいひどいかというのはですね、まあ、これからもう現場のものが一生懸命やってるのも多いんですよ。だけどトップが腐ってますから、だいたい100人程度の警察署の署長であれば年間1000万ですから、裏金が。そういうことでもう腐ってしまってます。私がこれを現職で言ってて、誰一人先輩をそう言うなと言って名誉毀損でやられたこともないんですよ。定年退職したんです。いくらその林真澄さんが塩だって言って皆さんが思っておってもですね、皆さん執行されることあるんですよ、無実で。だって死んだ方が関係者は助かるんですから。冤罪を作った連中は、で人が死のうと生きようと何とも痛くも痒くもないんです。先日松山東市長で女子大生の窃盗の誤認逮捕がありましたが、本当に初歩的な2泊3日で、あ、1泊2日で釈放できましたけど、誰も悪く思わないんです。それでもそういう体質になってしまってます。そういうのが今の現実の捜査機関である警察だということを分かってください。で、冤罪というのはいつ自分の身に降りかかるか分かりません。湯田先生が素晴らしいこと言われましたね。簡単にできるんだよと。簡単にできますよ、本当に。こいつ警察にとって邪魔と言いますかね、マイナスだと思えばですね、どんなことでもできます。私が裏金を顔出した時には、千葉を何度もいいから身柄取れと
という指示が警察庁から出ました。で、私がそれで何度もいいから車の中でしゃぶでも入れてたということでね、作られて逮捕されたで皆さん信用するじゃないですか。アセンバというのは何でしゃぶやってたんかと、それで裏金でどんどんこんどん言ってるのかと。で、私がそれを生き、ね、現在何もなく今おるのは刑事一課、いわゆる捜査関係ですね、捜査の関係の会議でですね、私は後輩に言わしたんです。私を5人でっち上げ逮捕したら1人は死ぬぞと。記者会見して1時間後に拳銃取られました。拳銃5発弾が入ってますから、5人のお巡りさんは私をそういう違法で逮捕すればね、多分5人は殺されるだろうということで、まず拳銃取られました。だけど私を逮捕するには1人は私の手にワッパをかけなきゃいけない。その時には私は首に噛みついてでも一人は密伝するよと。で、捜査会議で言わせたら誰も用しないと、先場は多分するだろうということで定年退職を迎えました。それが今の現実なんです。だけど私はどうのこうのじゃなくて、生田先生も本当にボランティアで自分で出費してですね全てされています。今後こういうことが本当に起きないように、大の桜井さんであるとか、足利事件の菅谷さんであるとか、富山強姦事件の柳原さんであるとか、白梅事件の片子さんであるとかですね、本当は皆さんと面識あるんですけど、こういうことがもう二度とないようにと思って今まで来てましたけど、まだまだこれからも起きると思います。皆さんがいろんな方にこう広めていってもらって、少なくとも林真須美さんだけは生きてその娑婆に出てもらわなければですね、法治国家たる日本がプーチンを笑ったり怒ったりすることはできません。できる限りのことは私も努力してこれからやらなきゃいけんと思ってますが、もう皆さんのお力を一つでも二つでもお貸ししていただいたら本当に嬉しく思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。では質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方挙手お願いいたします。どういうことでも結構ですよ、簡単なことでも。はい、どうぞ。あ、すいません、今の話を聞いて、やっぱり真須美さんにとにかく外に出てきてもらうということに、ことを実現しないとというか、本当に僕らの日本の未来が、将来がなくなってしまうと思うので、今ここにいる方たちだけでもいいんですけども、何か僕らが例えば法務省に嘆願書を書くとか何かできることはありますでしょうか。その嘆願書の前文となるのをね、私がね、交流取消請求というのを和歌山地裁宛てに出す見聞を今考えおります。それに賛同してこの申し立てに賛同しますというね、共同 署名をね、皆さんにしてもらいたいと思ってます。そういう手続きを今後考えつけすごくいろんなことでやっていこうと思います。その署名の数をねできるだけ多くしたいと思うんですよ。その協力をお願いしたいと思います。なかなかねそういうことを考え前例があんまりありませんので考えつかないんですけども、やっていけるうちに考えつくと思うんですよ。そういうことでね、皆さんの協力を群衆脳というのをご存知でしょう。我々のね祖先のホモ・サピエンスというのは共同で住んでたから、いろんな石器から次の機械を発展させていって
この文明を作っていったわけですよ。だけどそうでない類似の人類はあまり発展させるのに共同脳を使えなかったんで、群衆で済まなかったんで、共同脳を発展させなかったので発展しなかったわけです。そういう我々の群衆脳を発展させて、この皆さんが集まってるこういうことがものすごい力になると思うんです。それを使って次から次へ新しいことをやっていきたいと思ってます。その時にはぜひとも力を貸してください。ありがとうございます。僕も SNS で、今僕の YouTube だけども5000人ぐらいは登録してくれてるんで、なんかその、他にも今日来てる方々でもっとたくさん実はこの事件に関して、なんでしょう、興味を持っていただいてるプラットフォームが結構あるんで、もし言っていただければ、そのデジタルでももう今アナログで証明するっていうのも結構コロナ禍でも大変だったりするので、それでも何かフォームを考えて、一つでも僕らが協力できることがあれば、ぜひもうまず賢治さんがもう元気のうちというか、まず夏美さんをどうしても、もう一度会わせてあげて、まだこの前賢治さん取材した時に触れ合っても、ね、事件からいない、手も触れていないということなので、ぜひもう一回だけやっぱり夫婦で手を取り合ってもらいたいなと思ってますので、生田先生よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。一つだけいいですか。はい、皆さん今の SNS ということをいろんなこと言われましたけど、本当にですね、今の時代はすごくラッキーなんです。そういうその今のいわゆるこう電波性といいますかね、いろんな全くこう発言力のない人でも言えちゃうんですね。でこれが実は一番警察が嫌なんです。で今まではそれはメディアをですね悪用して、そのデマを流してね、でメディア対策をするわけです。警察は林真澄さん見て全国の 99% が犯人と思ったんです。水かけたりとかね、そういうところをね上手に取らすんですよ。でなぜメディアが乗るか言ったら、お前とこだけ特段やろうわということでね、与えるんです餌を。そして一社がそれをバーンとこう書くわけですね。そしたら他がもうやられたということでまた書くんです。でそういうことを煽ってメディアが、あこの人が犯人だろうというふうにもう全国のこの噂を並べて、そして身柄を取ってですね、そして死刑なんですよ。それは今度逆にですね、皆さんが発信していただいて、これはおかしいと、もう先生言われたように、その死因とかですね、それがないのは私らだって今初めて聞いたんですからね、先日。そういうこともちょっとこう付け加えていただいてですね、これおかしいと、真犯人が別にいるはずだということで流してもらったらですね、これが最初点ですけど線になって今度大きになりますんでね、今まで警察が使った手を今度逆手に取っていただいてですね、だから決して諦めることはないんでですね、どうかよろしくお願いします。他はご質問、はい、お願いします。ですね、私今日福島から来たんですけど、実言うとその青空通信や社の地も、最初から取ってはいるんですが、どうしてもその大阪方面での集会とか学習会の取り組みが主なものですから、やっぱりなかなかちょっとそっちの方までちょっと行けないんで、そういうことを考えれば今日の学習会を契機にですね、例えば青空の会 その東京分会ではないですけど、そういった集まりっていいますか、そういうのできないかなというのはちょっと思いました。あと今日の話もそうなんですけど、私らからすればなんか非常にですね、このカレー事件でどう考えても有罪であること自体がおかしいのはもう本当に明らか。しかし他の人に対してそうなんですか、ね、そういうものをこう訴えかける簡単なリーフレットとかそういうのがあると非常にいいのかなというふうに思ったりもします。あとどうなんですかね、これだけ その明らかな冤罪に対して日弁連の方に対してその支援要請とかそういうことってのも
できないんでしょうかね。そんなことちょっと思ったものですから、これ弁護士というふうになって、あれどうなんですか、支援の方に言ってもらった方がいいんですかね。今多分生田先生にまずお答えをいただいて。はい、あの一つ目のまず東京であの交友会を続けてほしいという趣旨のことなんですが、まさにそのことでね、あの関西だけではいかんと、東京大人口のと関東地方でね、なんとかやりたいということで今回やらせてもらいました。今後も続けていきたいという気持ちがありますのでね、形をどうするかはもうちょっと考えさせてもらいますが、あの関東で続けていきたいと、こういうふうに考えております。それから2点目の日弁連の支援、これを支援要請もしたいと思ってます。まあね、この事件はね、あまりにも意外性がありすぎてですね、みんなびっくりしてどういう態度を取ったらいいのかわからない状況にあるんじゃないかと思いますのでね、やっぱりあの原則通りの手順を踏んで堂々とやっていきたいと、そういうふうに思ってますので、あの今後ともよろしくお願いします。それで私のやれる範囲内のことは私で一生懸命やっていきたいし、皆さんのお助けがいる場合はお願いしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。そういうことです。小山さん、リーフレットについて。はい、全国の弁護士会に生田先生の再審請求書を林真澄さんから要請を受けて全部発信しました。やってくれ、弁護士会でも取り組んでくださいということを 全国の各県の弁護士会には発送はいたしました。でいくつかからはご返事もありました。そういうことです。ちょっと報告しておきます。リーフレットについてはいかがですか。リーフレットみたいな段階作るっていう、いや我々毎週毎月第4土曜日は和歌山駅で初めは 2,3 人からやりだしたんですが、今は 7,8 人で結構市民権を得てビラを受け取ったり、まあ、声をかけてくれる状態になっておりますので、我々あのビラ作っておりますから、それはこちらに参考に流してもいいですよね。でそれをまあビラですから、ポスティングしていただいてもいいし、駅前でやっていただいてもいいし、それはいろいろ考えていただいたらいいと思いますから、ネタはね我々毎月新しく発行しておりますので参考にしていただければ結構と思います。いいですか。はい、それでは時間となりましたので、これで今日の勉強会を終わりたいと思います。